精神的ダメージがでかかったね。いやー、もうパターンはほんとようやくよ、ちょすげえやりづらいだったここ。ワンミスで食らっちゃう。ワンミスっていうか、ほんと具合が悪いと。ここのボス何だったっけ、ベルゼブブ？サタン？どっちだっけ。うっさー、それもちょっと勘弁よっていう。やべ、あーちょっとボケてたわ。いかん、実に。しかも2体って意味わかんないよね、これ。2体の意味がわかんないよね、ほんと。ちょっ、ダブルマジシャン何なんだろうね。たまに出てくる。食らうじゃん、さっき食らなかったのに。ちょっ、絶望だね。よし、気合入れていこうぜ。ナイフでいく。弓は使わんとは言わない。当たんねえか。出た、ほっ。倒したつもりなんだけどな。なあ、その嫌なとこに打ってくんのよ。やべ、ダメです。弾速の遅さもやらしいよな、あいつ。どうするといいんだろうな。先に、もう、ダントツで難易度高いな、これ多分。ここが自分のペースでやれないっていうところが特に辛いね。当ててた方が一応いいのか。飛び越えんのも無理っぽいしな。無事だ、ちょっと無事しか言ってねえ。何か光明を見つけ出そう。ここも地味にむずいのよ。打ってこないとき打ってこないのよ。気まぐれすぎる。
まあおかげで生き延びた。さあこっからよ。黄金が前提になっちゃってるからよくねえんだろうなこのプレイは。本当はユミがうまく使えると本当に、お、倒せた。非常に楽ですね。あぶれ。あぶれ。一応竜と同じ方向に動くとあれだよね。加速度働くから。倒した。いいよ。飛ばない。俺は飛ばない。出るね。置いてかれないようにな。違うか。じゃバカな、バカな。もうワンターン待ってよかった。やらかしたー。あそこでやらかすとすげえへこむね。撃ってこない。ほんと気まぐれ。あぶれ、あぶれ。ねえな。魔法ですり抜けだろうな、そこやっぱ安定なのが。うわー、ちょっと。ファーファーファー。やべ、ちょっと。ディディディン。やっちまった。パターン崩るとあっちゅう間にこうなるね。撃ってきた。危ない。当たらん。まあ、さすがにこんだけやってるとようやくというかね、光明が見えてきた。一回な、惜しいとこまで行ったもんな。もうちょっとちゃんと避けようね。どうした。いいよ。落ち着いて待てます。ずっと宝箱乗ってるとまた武器チェンジ起きちゃうので。いいね、いいね、いいね、いいね。タイミングが分かってきた、やっと。ふいー。どうした。
これは美味しいよ。あうう。ちょっと頼むよ。魔法使うしかない。よし。いやあ、ほなことをしてしまったまた。ワンミス即終了。即終了か。まだいける、まだいけるぞ。俺はまだ折れていない。ええ。ようやく。まあ、その、炎コウモリの手前くらいまではそこそこ安定したと言っていいんじゃなかろうか。まあ、やらかすときはやらかすけど。ちゃんと、ギリギリまで待ってから。嘘でしょ、これ、まあ。あいつ倒しきんねえと、ちょっと安心して待てないのよ。うやっ。うべ。ギロチンタイミング、あれ何なんだろうな。あそこは、なんとも言えない。運が悪いと即終了。危ね。さあこの先のギロチン、ちょっとギロチン恐怖症だよ。まあギロチン好きな人なんていねえと思うけどさ、基本的にはね、えげつない処刑道具だからな。うこれで5発当たったように見えるんだけど、5発分ダメージ通ってるかな、あれ。どうした、いいよいいよいいよ。ずっと乗ってって割れそうで怖かったよね、今ね。一回ひび入っちゃってるから。よし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 、危ねえ。あ、いいのか、待ってていいのか、怖えよ。倒しきる、よし、いいぞ。これで安心して、黄金出るかな、そこで。ほっ、ほい。あ、帯か、黄金じゃなかったのか。結構確認せず取っちゃったから危なかったね、今のも。こっちが安定か。やめろよお前、やめろよ。こっち落ちねえ。やられた。卵が落ちなかったか。you
よいしょ、魔法を無理やりすり抜けが結局安定なんだろうか。さあギロチンタイミング頼むよ。ナイス。変な当たり方。ここね、ここ開くの遅くらいなんか気がするので、ちょっと落ち着かないとやばいっていうやつだ。よっしゃ、いいよ。もう一周。お前いらんの、お前。一発食らっちゃったら無敵時間の間に竜の先頭にいないともう取り戻せない感じかな、これ多分。そんな感じはする。無敵時間でさっさと前行けっていうことなんじゃねえかな。足らんのかい。あ、足らん。あぶらぶらぶら。全然避けやすい、避けやすいが、当たってねえな。よ、ナイス。さあこの先だ。ここの先はまあ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 、ぼち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 分かってきた。よいよいよ、倒した。ケツの方にいるとアウトなんで、よし、はっきり言って全然安定はしねえ。やっ、黄金出るかな、それが分からん。ほい、それか。温存しときたかったけどね。バンバン打つよ。見えない。うっ、あのね、至る所からねペコンペコ言ってんだけどね、全く見えてない。うえっ、ほわ、ほわ、
嘘だろー。おお前嘘だろそれは。おいマジかよ。鬼だろう。ひどいよひどいとしか言いようがない。ああ折れる、折れるかもしれ、折れそうになった。いやまだ、いや折れたわ、折れたけどやってるわ。すごかったな今の。あれ許されるんだよし気を取り直して気を入れていくぞ。勝ったなぁ、ほんと。すげぇ、最後の最後だよ。あぶね。うん、そこそこやっぱ、遅れても間に合う。くぐる方はね、飛び越えるのは無理なんじゃないかな。どうした？いいよ。行っちゃう。またふわふわ。ダブルでふわふわかよ。えげつねー。出るかな。オービーかドルビーか。ここは多分探検の方がまだマシだろうな。ここ遅いから鎧回復するかもしれない。来ちゃった。ぬっ、ダメだ。うぶね。あー上に一回投げた分遅れた。シビアなところは一回投げた時点でもう間に合わねえんだよな、あれな、くぐるのはな。いける。まだいける、まだいける。黄金がないとこの先のあそこちょっと突破しづらくはなるけども、まあまあまあなんとかなる。いけるか。これくらいしかないのかこれ。あぶね。うっち。あうわこれもやらしいな。一周逃すとダメなタイミングがあるね。うー多分あれ飛び越えのも無理だっただろうしな。危ない。スーパーやめてほしいよね。スーパー、
スーパーネギ、スーパーネギ、いや、やっちゃった。よし、行くぞ。どうだったね。あ、ちょっとまた連れ去られると思った。あれは届かない。一発当たっただけ。やべ、ちょっ、怖い。宝箱が割れそうで怖い。ちょっときついか。ギリギリじゃねえかよ。どうした？いいよ。危ねえ。この時点でもう渡れなくなるんだよね。このこいつに一回投げて、あぶれ。とりあえず黄金ここで食らわなければ。うう、お前いたのかよ。いたっけ。使ったばっかだからな。鎧ねえわ。もう一周ね、もう一周。もう一周。るんじゃねえのかよ。ほう、うで置いてかれる。進めぬ。弓の方がまだマシか。あの雲に当てる当てやすさは。ここもほんと安定しねえから毎回緊張してる。いや、これナイフと弓なかったらどうなってるんだろうっていうぐらいむずいわ。これ2ターンで終わるのはもう弓のおかげだからな。どうした？いいよ、素晴らしい。こうなるとほんと楽、ほんと楽。ありがたいね。あぶれ。倒さないと。倒した。いいよ。
進むじゃん。うわ、やってた。うわねえ、これ。いけなくなってきた。いやー、いけそう。もうちょっとだと思うんだけどな。あの旗が遠い。当たらね。火力換算でいうと弓は4本を2回投げれるから8なんだよね。ナイフは、あぶれ、4打目のところ、弓はなんと8打目。実は、あっ、やっちゃった、やっちゃった。なんか余計なこと言いながらやるとやっぱ集中できんな。気合入れていこう、気合入れて。危ない。危ない。当たんない。毎回狙ってんだけどね。と、危なかった。しゃがんでても連れてかれるのは連れてかれる。やばいだと思った。うーん、開くのが遅いっていうよりはそこで竜が加速しちゃうんだな。あれな、置いてかれた時点で終わりなんだ。やっぱだってね。うでで。一発だけ当たった。ちょっとね、本当一瞬でで。一瞬の判断ミスでギロチン食らっちゃう。ここだけなんとかしないとね。もう行かないとダメ。使おう。よし、倒した。行っちゃおう。
帰っていただいた。行くしかね。よし、なんとかなんとか生きてる。そのさ、とんがりコーン恐怖症なんですけど今。鎧出ねえかな。もうちょっと待ってよかったんだよな。あれ出た。2回目のなギロチン失敗した今のところな。もうちょっと、加速をし始めるからそこで前の方にも行ってねえとダメなんだな。分かったよ。ドラゴン、ドラゴンさ、加速するとき言ってほしいな。秒速入りますとか言ってほしいな。やべ、うわ、またちょっときつくなるな。結構誘拐されるから気をつけないとね。この辺にいようか。ギリギリにいたってどうせ滑るんだしなっていう。美味しい。ダメです。撃たれちゃったか。もう一声、もう一声。当たらねえ。当たった。ナイフじゃダメだ。弓ならいける。どうせならば尻尾にいよう。かしょうがねえ、しょうがないよなこれな。多分うーそ、ここもきついわ。うーわー、絶望だね。そろそろ折れそうかな。うーちょっ、くー、
ちょっとお前わからんのかい。黄金の鎧なしでどうすんだろう、ここ仮になかったら。ほんと初手鎧ありきでやってるけど、うい、避けるべし。よし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 、あなたか。危ねえ、行かないともうダメだ。これ一周的を追ってね、やるよ絶対。それでもうアウトなんだよな。どうしたかな。ふわふわですね、ふわふわですね、わかります。ここはな、ここはちょっとノーダメは無理じゃねえか。当たってなかったのか。離れる、鉄まで行く、そして落ちるとはならない。なったりしてな、下手すると。あ、ちょっと、よし、ここまでにしようか。タイミング悪いと、あのぐるぐる回ってるところのマジシャンの打ってくる魔法が変な角度で飛んでくんだな。いつも通りやんねてばダメなんだ。いやー、えぐいな今回このステージ、マジえぐいわ。その次も怖えわ、どうしよう。魔城口とね、なんだっけ次な、忘れちゃった。なわけで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。